シャーマンキング言霊モードフラワーズ。皆さんこんばんは。テレビアニメシャーマンキングフラワーズで朝倉花、朝倉陽の声を担当しています、ひかせよこです。同じく朝倉ヨハネの声を担当しています、堀江俊です。この番組は現在放送中のテレビアニメシャーマンキングフラワーズの魅力と情報をゲストを交えてお届けしていくラジオ番組です。ホリエル最後の4回目です、ホリエルが。おい、おい、何タメ口聞いてんだタメ。喜びが、喜びの方です。喜びもおかしいか。終わるぞっていう、終わるぞ、悲しいっていう、終わるぞ、喜びおかしい、悲しい、悲しいなんていう気持ちです。悲しいっす。いや、めっちゃ笑顔だったよ。いやでもホリエルとね、まあまあ約4時間30分かける4なんで、4時間近くねこうおしゃべりをしてきて、なんかホリエルという、4時間じゃねえか、2時間。もう完全に4本目になって、っもうネットはほっとしてきる。糖が欲しいですね。2時間になってね、なんかやっぱホリエルのなんか新たな魅力がどんどん出てきて、なんかアフレコで現場では見られなかった姿がいっぱい見られて楽しい。あ、よかったです、それは。アフレコ現場のホリエルなんだったっていうくらい、いやあいつ誰だったのって今思うと、あいつ誰。アフレコだと本当に僕そうなるんですよ。そうなんだ、うん、本当に人とコミュニケーション取れないんです僕、まあ、集中してるっていうのもあるんですけど、うん、それでギャグアニメになってもそうなの。うわ、ギャグアニメ呼ばれなさそう。いや、なんてこと言うんですか。今僕の声優人生の道ちょっと閉ざされましたよ。なんてこと言うんですか。だってなんかギャグアニメにいる雰囲気ないよ。なんで、本当っすか。なんか嘘、宮田屋で出たいです。なんかギャグアニメなんか、うん、出たらなんかストレスで怒いようになりそう。なあ、僕が。そうそう、いやでも僕 見るのもすごく好きです。それこそもうひかさ、もうだって我々今ひかさっつったよな。言ってない言ってない、ひかささん、ひかささんが出てらっしゃるギャグアニメとかすごい好きで見てましたもん。どれだ、僕学生時代もうあのめっちゃエロいやつとか、ああ、あの下ネタ生徒会ものとか見てたので、ラジオも僕全部聞いてましたから。すごいね、もうめっちゃオタクだったもん。そうなんだ。いやだから本当にひかささんレジェンドなんですよ、マジ神様なのに。本当になんでその割にさ、第1回目から結構なんかいじってきてたよね。いや、いじってない。その陽子勢とさ、陽子勢をちょっとなんか、いや、陽子勢と一緒にしないでください。僕は本当に陽子勢の人たちはひかささんをバカにしてますけど。してんだよね。してるよね。してます、あの人たちはしてますけど。してるよね。僕はしてない、本当にずっと神様です。笑うな。最後にイヒヒって言うな。そうそうそう、本当に尊敬してます。はい、言わせてるみたいになってる。めちゃめちゃ圧かけてるみたいになってる。ということでホリエルはね、今週でラストなので、はい、はい、精一杯喋ってって、はい、喋ってってね、って最後までよろしくお願いします。ラジオシャーマンキング言霊モードフラワーズスタートです。あっという間に時間は僕だけ。ラジオシャーマンキング言霊モードフラワーズ。改めまして、ひかせよこです。堀江俊です。さて、アニメの方は第4回まで放送されていますけれども、第4回のあらすじをざっくりと紹介していきます。第4回、喪失感、うん、敵同士にもかかわらず学校に通ったことのないヨハネに転校生の宿命を教えたり、中二臭あふれる言動を注意したりと世話を焼く花。ずっと友達に憧れを抱いていたヨハネは、花にも友達がいないと分かり、勝手に友達1号を名乗ります。再び刃を交える時まで平穏に過ごそうと決めた最中、2人の前に新たな転校生が現れという内容でした。はい、アルミちゃんも来ちゃったという回でしたね。はい、うん、しかも我々陰キャとは違って、うん、よろしくね、イエーイ、パリピですよ、もうあんな、まあ、はい、すごくない。まあ
距離は置きたいですよね、正直。距離置きたい？あれが現実に来てしまったとしたら。でも他のクラスメイトたちもみんなイエーイってなってんだよ。しかも同じクラスに2人転校生来ることある？それはない。それはすごい、先生も予期していなかったことでしたからね。やっぱまあそこやっぱ村なの。村なのかな、あそこの閉鎖された感じが。クラスメイトの数も少ないですし ね。でも確かに3話の時に後ろの方の席空いてんだよね、ちゃんとね。2席2個そうなんですよね、席分空いてんだよね。そうなんですよ、絶対誰か来んだろうなみたいな雰囲気出てましたけど、ね、だから何人で勉強してたんだっていうね、今までね。確かに何クラスあるんですかね。あともしかして最近の学校は少人数制とかあるの？私の時代は30人とかのデフォだったけど、マンモス世代ですよね。そう、もしかしたら少ないのかも今。教えてください、誰かメールください。いやでも少子化進んでるって言ってますから。そうよ、ワンチャンあるかもしれない、うん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 、僕らのクラスは16人ですとか。うわ、でも僕憧れるんすよ、なんか島の小学、島の学校、全校生徒5人とか。ほんと？はい。え、島が題材になってる漫画とか見たことない？え、ありますあります。ある？はい。もう筒抜けだよ、いろんなやつ。筒抜けですし、大体殺し合いしてます。僕が読んでる漫画が悪いのか。私もでもすぐみんな殺し合い漫画読んでる。ですよね。島で絶対殺人事件起こんだよね。そうなんですよね。でも憧れがあるんですよ。そうなんだ、やっぱ少人数制が、うん、やっぱ友達に憧れが僕もあるので、なんかすごい密になりそうじゃないですか、島のああいう、まあ、そうだよ ね少ないと、うん、またあと年齢も違う人たちがね、同じクラスになったりするもんね。確かに確かに確かに。ホリエルはだから逆にやっぱ年上の人とかの方がなんかすごい、うんうん、なんか仲良くなれそう、友達になれそう。あ、でも逆に僕自身もそうかもしれないですよ。あんま同い年の人といるより、なんか、うん、年上の人と一緒に話してる方が好きかも。なんか先輩とかの方がよっぽどなんかホリエルをめっちゃいじりそう、いじってなんか会話になりそう。そうですか。ツンツンされそう。なんかでも男性からなんかすごい、男性先輩からいじられてるイメージ。あー、でもめちゃくちゃよくしていただいてますかもしれないですね、うん、かもしれない。なんか急に急になんか薄くなったよね今ね、なんか。いやでも本当に、うん、飲み会とかも、ね、本当に僕だから同い年との交流もほとんどないし、飲み会も同い年同士でやろうっていうのがめったになくて。そうなんだ、うん、先輩とやったりとか、まあ、あとスタッフさんとかが多いです。意外、うん、でむしろ飲み会にいるの？ホリエル。いや、もうそれが本当にいるの？最近は、うん、うん、楽しんでちゃんと行けるようになりました。昔は、昔は作業で行ってたんですけど、作業でいやいや行ってたところあったんですけど、うん、あとお酒に逃げる楽しみもできたの覚えてる。あ、お酒美味しいってなってきたんだ。はい。それでも最近楽しくなったなんかきっかけとかある？全く分かんないですね。分かんないんですけど、でも、うん、酔っ払ってると本当に僕逆に帰ろうとしてる人引き止めたりするらしくて、朝まで今日行きましょうとか言うらしい。わあ、めんどくせえ。それはそれでめんどくせえですよね。そうなんです。でもほら、あ、そうだ、打ち上げ来なかったんでしょ？その話あれ3回目でする予定だった。忘れてた。弁明忘れてた。いや、まるでそう、こういう話の流れで言うと僕が行きたくなくてわざと行かなかったみたいな感じになってますけど、ちゃんと仕事がありました。ホリエル、本当のこと言おう。いやいや確かにいくらでも嘘はつける世界ですからね。でもこれは本当です。これは本当です。いやいや、フラワーズの打ち上げやりたいなとも思うけどね。あ、いや、でもなんかね、少人数ででもね。あ、確かにいいんじゃないですかね。これでもホリエル来なかったらもう本当断罪で、うん、いやいやいや、アイアンメイデンチャンヌみたいな感じだよ。裁かれちゃいますか、うん、うんうん。いや、もう本当に全然行きます行きます。だって前でも珍しく前その美馬さんとアミッケと4人で飲んだ時、二次会も行ったよね。行きました。もうちょっと飲もうよっつって。そうだ、僕その時飲んでたのかな、お酒飲んでたのかな。ホリエルはね、でもね、めちゃめちゃ遅くに来たのよ。ああ、そうです、現場終わりだったかな。現場終わりにもうなんかね、終わり間際ぐらいに来たから、うん、二次会行こうみたいな感じになったんだよ。確かそうだそうだそうだ。でもあの回もすごく僕は印象的な楽しい回でした。何の話してた？何の話をしたかは本当に覚えてない。本当に覚えてない。なんか取り留めのない話をしてたんでしょうね。何でしたっけ。なんかさ、みんな期待するじゃん、なんか作品のなんか話とか、うん、なんか深め合ったりしたんでしょうみたいな期待するかもしれないけど、ああマジしてないからね。
お芝居の話とかしたいタイプですか、飲み会で。僕そう、その一緒に同席する人がどういうスタンスで飲み会に臨む人かによるんですよ。僕本当にお仕事の話したくなくて、なんか物なんか人による、その人が話し始めたら乗るしみたいな感じ、うん、聞くのは好きです確かに僕も、うん、なんか自分にやっぱ自信がないので、自分がなんか演技論を引き出そうとされる空気を察知した時に、いや僕が演技論語ったってなんかこんなやつの芝居論みたいな第二の僕がツッコミを入れてくるんですよ。だからしたくなくて。そうなんだ、うん、聞くのはすごく好きなんです。だからへー、うん、だから多分あの日は誰もしてなかったまあそれはそれで楽しい回ですよ。多 分, そう、うん、多分私ちょっと思い出してきた、わりかしなんか本当にしょうもない話してたわ。もう言えない、乗せれない、乗せられない、ここで乗せられない、しょうもない話してた。確かに。あと僕はもうでも食べたお肉が美味しかったっていうことも、ご飯めっちゃ美味しかったよね。美馬さんがね教えていただいた。そう、あのなんかすごい特別な人しか連れてかないんだよここはって言ってたよ。いやびっくりしました。なんかあ、店主とあんな小粋な関係を結ぶお客さんいるんだっていやでも美馬さん本当に、いやあの各地に各所みんなさん、あ、そうなんすか、あんな感じ、うん、すごい、いや本当にすごいんですよ。なんかおかみさんだったんですけども、そう美馬ちゃんみたいな、なんか美馬ちゃんじゃないか、美馬さん食べたみたいな、美味しかった今日はみたいな、うん、みんなでもなんか美馬さん連れてってもらうお店大体そう、みんなそう、すごい、そうあの関係性すごい憧れる。なんかお店の人にさそういう感じになるのってどうやったらなれるの。いやでも僕も憧れあるんですよ、フラット一人で小料理屋とかに入りたいっていう願望があって、ね、行けばいいじゃんそれは。いやいや急に突き放すじゃないですか。いや小料理屋一人でそれは行けばいいじゃん。行きたいけど行けないっていう話を広げてくださいなんで今すごい差し進むのすぐはしごを下ろさないでください。憧れがあるんです。そっか、いや行きにくいか、行きにくい。でも行きつけのお店とかあるの。ないんですよ、バーとかもないんすよこれが。でも周りは結構あります、やっぱバーとかもよく行くバーとかがあったりとか。お酒好きな人はあるよね、うん、ね、多いっす多いっす。憧れる、かっこいい、顔見知りの、うん、もうそれ言うだけでちょっとワンランク大人に見えますもんね。だもう通うしかないんだろうねきっと。うーん、ま、毎日そこで食べるみたいな、飲むみたいなことなんだろうね。やりたいマジで、それはやりたい。え、じゃあ2024年の目標それにしよう、ホリエルの目標うわいきなりハードル高。うわってなんだよマジ僕毎日オリジン弁当なんで本当に作ってそこはせめて、ね、作りもしない。あ、料理しないんだ。料理しないですね、もうシンクに本とかを保管してるくらいなんで。ひどいやば。最近はないですけど昔はそうでした。やべえやつだなこいつな。蛇口をひならない。シンクがもう保管庫だったんですけど。もうでもいるよね、なんか絶対なんか料理したくない、水を使うとなんか匂ったりするから出たいたくないみたいな。いやもうその話も長くなります長いもん。食器も使わないです僕だから俺流ですこれ。俺紙皿派、紙皿派で紙皿にラップ敷いてラップだけ取り替えたりとか。ラップです、俺流です。俺流すぎだろ。はい、アニメの話しなきゃそうだよ。あ、ショッピングモール来ましたよこれ。ショッピングモールってなんだっけルカがそう、子分を引き連れて、そうだ、ちょっとなんかでもルカもなんかちょっとなんかおかしくなってて、うん、操られてるんじゃないか、なんか操られてて、うん、そうそうね、ヨハネが頑張って目を覚まさせようとするけれどもっていう、うん、なんかその不思議だよね。第2話の第2回の時はさ、2人でこうルカとヨハネがこう、ね、花を襲ってきたけど、うんうんうん、今回はヨハネとハナがなんか立ち向かっていくっていうのが、いやそこ熱いっすよね。僕こういう展開すごい好きなんですよなんかちょっと前まで敵だったキャラがみたいな。いや早いよ ね、 早いですね、確かに早いけどね、うん、ヒロイン落ちが早かった。友達になってヒロインになっていくのが本当に早いけど、うん、でもまあその友達がいないっていうところの共通点っていうのがすごく、うんうん、本当は寂しかったんだろうね。いや本当ですよ2人ともね。いやきっとね、ルカもそうなんですよ。そうだよね、そこはそう、マジでそうなんですよね。そんな気がする、うん、ついに人里に降りてきたからね二人はねそうですね、うん、かわいそうな人。まあそうで、花があれする、鬼出す、出すかも。これがね結構本当にあの、まあ、原作もあるからね、うん、あれですけど、まあ、この鬼にねこう、はい、なんていうのあれ、花の中の鬼がこう、うんうん、
一回死んだことによってこう花の中に鬼が存在してるんですけど、その鬼もね私をが演じなきゃいけなくて、そうですね、大変そうだった。まあ、花の人格とはまた別になったりもするんで、うん、あれは本当に確かにマイク前でも何度もトライされてましたもんね、あれでテイク重ねて、私今だから喉本当に、まあ、もちろんね痛めたけど、再起不能にならずよく今喋れる自分がいるなと思う。あ、でも結構そういうそれぐらい、あ、喉がみたいな感じだった、鬼も段階ね、この後の話のストーリー的に鬼にも段階があるんですけど、まあまあまあ、オンエアも節分だって、おーぴったりすぎる、鬼ワーソと福は内やん、えすごい、え狙って狙って、すごい、え今日はじゃあそんな節分の回なので豆を、豆が現場に届いておりません。届いておりませんね。豆散らばってもしょうがないですしね。この文化放送の中で。私は文化放送ならやる。文化放送ならパーンってやって帰る。いや掃除しない。しないで帰る。なんてこと。いやでもこっからね、どんどんなんかこういろいろ謎が深まっていったりするので、フラワーオブメイズは何のか、そもそもね、花の中にいるのは何なのかっていうのがね、どんどん明かされていきますのでね、ぜひお楽しみにということで。第5回は、2月6日ですね、第5回が放送されるんですけれども、なんと衝撃的な事実がここで、なんですと、花は持ち霊がいなくなっちゃいます。うわ、第5回で、なんてこと、なんてどういうことってなるでしょう、うん、みんなぜひお楽しみに。うわー、ちょっとうちの姉さんがね、なんてこと、ぜひ見てください皆さん。はい、それではここで1曲お届けしたいと思います。現在配信中で2月7日にシングルがリリースとなるシャーマンキングフラワーズエンディングテーマです。上坂すみれでディアパンタレイ。漂う希望、巡りの糸、手繰り寄せただ君へ、命最果てで空を飛ぶ星のよう二人。ラジオシャーマンキング言霊モードフラワーズ。続いてはこちらのコーナー、俺流フラワーズ。花は阿弥陀丸の剣術をアレンジした俺流を使います。そこでリスナーの皆さんの個人的なこだわりやポリシーなど、俺流なやり方を紹介していきます。しれっとぬるっと始まりましたけど、第4回にして僕これ初めて聞くコーナーです。やった、できるんだ。本当はなんか初回でやる予定だったらしいんだけど、なるほど、4回目にしてやっと、まあ、なんならこれも飛ばそうとしてたから。そうですね、そうそう。では早速紹介していきましょう、はい、ラジオネームきよしさんからいただきました。あざまず。揚げ物には柚子胡椒を必ずつけて食べる。揚げ物、天ぷらも、あ、ごめんなさい、間違えました、これ。え、まさか。もう一回最初からやっていいですか。揚げ物には柚子胡椒を必ずつけて食べる。うん、やり直した意味あった。え、なんかそんな変わんなくない。食べるとつけるのぐらいのなんか違いだったけど、そんな
変わんないよ、なんかこっちの印象は。ちょっと使われちゃうじゃないですか、あんまり喋っちゃうと。ひよさん、堀江さん、こんばんは。こんばんは。僕のオレ流フラワーズは、揚げ物には必ず柚子胡椒をつけて食べます。焼いたお肉に柚子胡椒はよくある組み合わせなのですが、まあ、揚げ物にもめちゃめちゃ合います。柚子の爽やかな風味と唐辛子の辛さが揚げ物の、油分をさっぱりさせてくれます。お二人は柚子胡椒はお好きですか？柚子胡椒大好き。え、僕やったことないです、これ。でも揚げ物につけるはあんま。え、逆に何？え、肉？柚子胡椒、鶏肉だよね、柚子胡椒といえば。あとおでんだよね。え、おでん、おでん、そうなんだ。粋な食べ方されますね。そう、うん、だってあのコンビニおでんとかでももらえるよ、柚子胡椒ね。ただで、ただでもらえる。あ、そうっすか。わさびしかし、うん、とあの、あ、え、からし、からししか、からし。そうなんだ。そう、美味しいんすね。めちゃめちゃ美味しい、さっぱりする。同じこと言ってる。でも揚げ物になんか塩、うん、柚子塩とかだったらあるけど、天ぷらとか揚げ物。僕もう子供舌なので、もう天ぷらも黙って天つゆ、肉も当たり前にタレ一択って感じで。あ、そうなんだ。いや、そうなんですよ。だから昔は誰かとじゃあ焼肉一緒に行くってなっても、うん、タレ、じゃあタレでって、もう聞かずにタレって注文しても何も言われなかったのに、うん、やっぱみんなも、僕も年も取るし、みんなも周りも年取ってくると同時に、注文するときに当たり前のようにタレって言うと、いや塩だろと怒られます、最近。なんかさ、でもさ、その世代のさ子たちさ、ちょっと塩通みたいなのあるでしょ、なんか。いや、塩って頼むのが通だよみたいな感じでしょ。あ、そういう感じのあれっすか。下超えちゃってんすかね。下超えちゃって、やっぱ素材の旨味をさ、やっぱ活かせんのはやっぱ塩だよなみたいなことでしょ。許せませんよ。素材殺すぐらいタレつけるのが本来の食べ方っすよね。本当にもはやタレの味しかせんみたいな。いや、でも本当たまに連れて行っていただく高いお肉屋さんとかだと、もうそもそもタレがないお店が多くて、ない出てこない、はぁって。わさびか塩でどうぞだよ。いや、本当にお高く泊まってます、本当。お前連れてってもらっていい。ごめんなさい、美味しかった、社長にチクってやる。いや、やめてください。でもそうしていく中で、僕は塩で食べる美味しさももちろん得ました。わさび醤油もうまいんだとか。あ、最近得たんだ、それは。得ました、うん、よかった。仲間入りでしたから。仲間入りなんだ。やっぱ素材の味を生かしてくね、やっぱ塩か醤油とかわさびだよなっつって。でも食べていくうちにね、きっとね、うん、うん、それはそうです ね。ホリヘルは好きな食べ物は何なの？僕も無類のナス好きです。いや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 、木から始まったらもう肝しかないんすよ。そこでナス出るやつやだ。なんでナス？いや、マジナス好きで。なんで？さっきさ、僕子供舌でタレですとか言っててさ、そこはさ、ハンバーグかカレーかオムライスが出てくるもんだと思うじゃん。でも本当に、まあナスが入ってると何でもまず頼みますし、じゃあ意外と和食だね。そうですね、和が多いのかな、うん。でもこの前行った中華料理屋でも、もうあまりにナス好きすぎるので、うん、麻婆ナスとナスご飯を頼んだんですよ。ナスご飯みたいなものが、そう、初めて聞くので、ナスご飯ってなんだと思ってナスご飯注文したら、ご飯の上に麻婆ナス乗ってるだけだったんですよ。だからもうなんか同じのが何個も並んでるみたいな感じになっちゃったっていうことがありましたけど。罠じゃん、それ麻婆ナスご飯って書いてほしいね。なんだっけ、なんだっけ。俺流だ、はい、俺流でした、僕らの俺流でした、はい。引き続き皆さんの俺流なこだわりやポリシーをお待ちしております。以上、俺流フラワーズでした。ラジオシャーマンキング、言霊モードフラワーズ。アニメシャーマンキングフラワーズからのお知らせです。テレビアニメシャーマンキングフラワーズはテレ東系列にて毎週火曜24時から、同 BS テレ東にて毎週火曜24時30分から放送中です。 ATX は毎週金曜20時より放送中となります。はい、またストリーミングは毎週火曜24時30分から Amazon チャンネル内のアニメタイムズ、 D アニメストア、 D アニメストアニコニコ支店、 D アニメストア Amazon 支店、レミノにて先行配信中です。その他のサイトでは毎週土曜24時から配信中です。皆さんぜひご覧ください。以上、テレビアニメシャーマンキングフラワーズからのお知らせでした。
漂う希望めぐりの糸手繰り寄せただ君へ命最果てで空を飛ぶ星なよ二人。お送りしてきましたラジオシャーマンキング言霊モードフラワーズ、そろそろお別れのお時間です。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。テレビアニメシャーマンキングフラワーズを見た感想やゲストさん宛てのメッセージ、コーナー宛てのメッセージなど何でも OK です。メールの宛先はすべて小文字でシャーマンキングアット、ま、あシャーマンキングドんシャーマンキングアットんアットマークなんでだろう。いや私もねこれ本当に難しい、前の時言えなかったの。これなんでだろう。この後しかもその後に私いつも SHAMN も言ってたから、もうマジわかん、いやいい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 かいいいい。シャーマンキングアットマーク JOQR.net まで送ってください。またこのヌースそれ難しいですね。これでも僕 JOQR って本当に言いたくて一番言えてなかったけどね。でもマジこれ本当に、ま、あの別の番組で初めて言った時に、うわオタクとしてアニラジンめっちゃ聞いてた時によく聞いてたやつだって。 JOQR.net デッドネットって言えた、嬉しかった。今デッドネットって言ったから言えてねえんだよ。またこの番組はキングアミューズメントクリエイティブ公式 YouTube チャンネルでアーカイブも配信されます。もう一度聞きたいという方はぜひチェックよろしくお願いします。はい、今回放送お送りしてきましたが、うん、まあ、4回目ということで、うん、ホリエルは一旦一旦なんだ。全12回とかですかしかないのに一旦って言っちゃうと、いやなんかやっぱね余白は残しておかないと後々全員が困ることになるから。そうまああのね4回までこう、うん、お世話になりましたが、いかがでしたでしょうか。とっても楽しくて、はい、楽しかった。もう尊敬するひかささんと一緒にこのして何撮ることができて光栄でした。なんか急にまごまご、なんか口から出まかせだからなんかまごまごしちゃったみたいな。いやもう本当夢のような時間でした。涙出そうです。みんな来るぞ。楽しかったですね。楽しかったね、はい、でもね。ぜひまた。ぜひまた。まあ、お便りとか送ります。あ、来る気ないじゃんこいつ。でも楽しみですよ、今後誰が来るのか。いっぱい呼べそうな人いらっしゃるから。まあでもスミペとかはね、ぜひちょっとね、うん、曲の話とかも聞きたいからね。スミペにはね、うん、普通にあのパーソナリティじゃなくてもいいから、ゲストでもいいから普通に来てもらいたいね。確かに確かに、うんうん、ね、それこそあと美馬さんとかも聞いて、音響監督目線の、今一瞬美馬さん、え、4週にわたって美馬さんみたいな。でもそれもありえるんですよね。なんかゲストパーソナリティがいて、うん、ゲストさんいてみたいなのも別にありえるのかな。あくまでパーソナリティですもんね、そう僕のポジションは。確かに美馬さんも来てもらいたい。シャーマンキングの時かなわなかったか、うんうんね、歴史的な話をしてほしいですよね、うん、え、それこそ僕らが小学生の時にやってらっしゃった時から、そうその時から美馬さん、いやすごい、そう考えると本当に、本当そうなの。その辺の話とかめっちゃ聞きたいですけどね。ね、うんうんうん、聞きたいよね、うんうん、ということでぜひお願いします。お願いいたします、はい、それではお別れのお時間でございます。この時間のお相手はテレビアニメシャーマンキングフラワーズ朝倉花、朝倉陽役の日笠陽子と朝倉ヨハネ役の堀江俊でした。バイバイ。嘘でしょ。ちょごめんなさい、ごめんなさい、今いけるっしょ。ごめんなさい、最後目見て言おうと思ったら、そうですよね、さよなら。さよなら。